このクズ嫁、何を寝込んでる。さっさと起きて私の髪を洗え。お母様、申し訳ありません。体が重くて起き上がれないんです。だったら痩せればいいわ。何の言い訳してるのよ。食事抜きの日が続いてて、これ以上痩せたら生きていられません。自分がミスするから飯を抜かれるんでしょうが。お味噌汁をお出しする温度を一度間違えただけで、3日食事抜きなんて。私は猫舌なの。その一度が命取りなのよ。私にはお母様たちのご期待には到底応えられません。結婚してたったの1年でもう逃げ出す気？順次さんのことは好きでした。でもお母様に歯向かえず、私を守ってくれない人とはやっていけません。あなた何を勘違いしてるの？順次が守るべきは血のつながった実の母親だけよ。だったら何のために結婚するんでしょう？嫁なんてただの労働力に決まってるでしょう。でしたら家政婦さんを雇ってはいかがでしょうか？金がかかる。お金には困ってないですよね。確かにうちは資産家で、あり余るほどお金がある。でも無駄なものには使わない。そうやって財産を守ってきたの。貧乏人にはわからないでしょうけど。そうでしたね。私は無料の家政婦。何度もそう言われたんでした。わかってるなら早く動く。勝手をしたことを先に謝っておきます。私、心療内科に行って、ノイローゼと診断されました。はぁ？あまりにも体が言うこと聞かなくて検査もしたんですが、精神的なものだろうということで、内科の先生に紹介されたんです。一家の恥よ！え？我が家に精神病患者がいるなんてありえない！今は珍しくない病気です。病気？どこがよ？ノイローゼなんてただの甘え。医療費の無駄。心が弱い証拠なんだから、滝にでも打たれてこい。怒られるとは思いましたが、ここまでとは。二度と病院には行くな。今から外で水かけてやる。そしたらすぐ治るわ。あれだけは嫌です。気合と根性が足りないんだよ。お母様、お願いします。私を解放してください。あんたがいなくなったらうちのことは誰がやんのよ。私が言うのはどうかと思ったんですが、実は順次さんには他に女性がいます。え？たまに香水の匂いがするので間違いないと思います。先日は上着のポケットにピアスが入っていました。あら、そうなの？順次もなかなかやるわね。ショックでしたが、私に気持ちがないのであれば潔く身を引きます。だったら、その女を嫁に迎えればいいわね。お母様のお眼鏡にかなう女性だと良いのですが。どんな女でも、あんたよりはいくらかマシでしょうよ。動けない、使えないボロ嫁ともお別れね。お世話になりました。気にしなくていいのよ。あんたの食費、ほとんどかかってないから。残り物でも貴重な栄養源でした。感謝してます。そう思うなら、たまにはお歳暮くらい送りなさいよ。かしこまりました。順次には私が話しておくから、さっさと出て行って。はい。よーし、うまくいった。時間かかったけど最後ちょろかったな。ああ、失礼しました。私はミア、32歳です。一年前、この監獄のような義実家に嫁いで三日目のことでした。嫁は残り物を床で食え、睡眠時間は3時間以内。毎日、姑の髪を洗え、この三箇条を押し付けられたのです。あの時の私はまさに、鳩が豆鉄砲を食ったような顔をしていたと思います。何も言えない私に夫は、そういうことだから、よろしく。そう言ったのでした。付き合っている時は優しい人でしたし、義母も娘ができて嬉しいとプレゼントをくれたりして、これなら同居もうまくいくと思っていたのですが、まんまと騙されたようです。実は私にはもう一人復讐したい相手がいるのですが、どうせならこいつら三人まとめてやっつけてやろうと思います。一ヶ月後。姉ちゃんの旦那の子供妊娠したから離婚したよね。ご心配なく。もう私は家を出たから。離婚届も提出済みよ。マジで？揉めずに済んで超ラッキー。私には、順次さんの妻は務まらなかった。実はさ、私たち半年前から付き合ってたんだよね。そうだったんだ。女性の影は感じていたけど、
あなただったとはね。相変わらず鈍いね。前の彼氏を奪った時も全然気づかなかったし。私のものばかり欲しがるのね。例えるならお姉ちゃんはお店屋さんなの。厳選して仕入れた男をお店に並べてくれて、私はその中から良さそうなものをいただくってわけ。じゃあお金は払ってくれるのね。払うわけねえし。やってることを万引きと同じじゃない。姉妹割引ってことで。商品をお気に召したならよかったわ。強がっちゃって。せっかく資産家と結婚したのに妹に略奪された気分はどう？お金なんて関係ない。あなたも一緒に暮らせばわかる。確かに順次って愛情深い人だもんね。何でも君の好きにしてって言ってくれるし。そうね。お母さんも素敵な人よ。こないだは妊婦だからお腹冷やしちゃダメよってすごい高級なストールくれたの。よかったね。優しい家族に大豪邸に潤沢な資産。よくこんな完璧な家庭を捨てられたね。私の代わりにあなたが幸せになって。ちょ、懐の深い姉のふりとかやめてよ。本当はこの泥棒猫って罵倒したいんでしょ？いいよ、何でも言えば。本音よ。愛する家族に囲まれて、美味しい食卓を囲んで、ふかふかの布団でぐっすり寝て、朝日に起こされる。そんな毎日を送ってほしい。素敵ね、ワクワクしちゃう。結婚式はするの？それが問題なのよ。どうして？お姉ちゃんの時に盛大にやりすぎたから、一年ちょっとでまた大騒ぎするのは恥ずかしいってお母さんが言うの。確かに政財界や芸能界の人も呼んで、それは盛大なお式だったから。私にとっては初めての結婚なのよ。マジで最悪なんだけど。でもそれ以上の幸せが待っていると思うし、いずれ落ち着いたら海外で挙式とかどう？あ、それいいね。イタリアの教会やハワイのビーチ、いろんなところでウェディングフォトを撮るのも悪くないかもよ。最高だね。そうしよう。姉としてあなたの結婚を心から祝福する。おめでとう。ありがとう。私たちいろいろあったけど、お金と心に余裕ができたから優しくできると思う。そしたら二人でランチでも行こう。そんな余裕はないと思う。どういうこと？幸せすぎて私のことを考える余裕なんかないってこと。なるほどね。3日後には引っ越す予定なの。たまにはのろけ話聞いてね。うん、たくさん聞かせて。1週間後。なんなのよこの地獄は。あら、もう音をあげたの？あのババア何者？私は裏でこっそり妖怪神洗いって呼んでた。なんで私があんな奴の髪を一日に3回も洗わなきゃならないのよ。フケが気になるみたいね。心も顔も頭皮も汚い女なのよ。順次に訴えてもうまくやってくれよとしか言わないの。あんなに優しかったのに。そうなのよ。私は裏でこっそり地蔵と呼んでいたわ。それにいるかいないかわからないジジイは何？私も今この瞬間までお父さんの存在を忘れてた。じゃあ影の呼び名もないのね。一応ある。エアーと呼んでた。まだ空気の方が役立つわ。もう最悪、こんな結婚するんじゃなかった。でも資産家一族と食べる食事は格別でしょ。何言ってんの？床で食わされてんのよ。しかもあいつらの食い残しを。足りなくてウーバー注文したら無駄遣いするなって取り上げられたんだから。今のところ嫁いびりフルコースを満喫してるみたいね。お料理はちゃんと作ってる？こないだ味噌汁が熱すぎるってぶっかけられたわ。何度でお出ししたの？そんなの測るわけないでしょ。ぐつぐつ沸騰させてそのままよ。お味噌汁は沸騰させちゃダメよ。妖怪髪洗いは75度ぴったりがお好みなの。だる！毎回測ってたの？お風呂も39度と決まってる。入る直前に嫁が確認するの。合格がもらえないとその日は入らせてもらえなかった。そうなの。風呂に鍵かけられてシャワーも使えないんだから。嫁をいびることにかけては徹底してるからね。私妊婦なんだよ。もっと大事にされてもよくない？そんな人間らしい対応を望んではダメよ。その家では憲法に定められてる人権は通用しない。
ある種の治外法権ね。ありえない。何かあれば気合が足りないと水をかけられた。そう、なんであんなことするの。そうすれば気合が入ると信じてるから。アホらしい。やってらんないわ。私出ていく。それがいいわ。どうして一年も耐えられたの。あなたのおかげよ。は？どういう意味。また奪いに来ると思ったし、順次からあなたの香水の匂いがして、やっぱり来たって思ったわ。気づいてたの？当然でしょ。でも完全に食いつくまでは幸せなふりしようって決めてたの。なんでそんなこと？私のものを奪うのがあなたの習性だからよ。すっかり騙された。どうしてここまでやるの。仮にも妹なんだよ。こんな家にぶち込むなんてひどすぎる。5年前に私の大好きだった人を奪ったよね。ああ、ケンタのこと。ケンタとは結婚の約束までしてたのに、あっさり愛に乗り換えた。ショックだったし、しばらく立ち直れなかったよ。それは仕方ないでしょ。彼が私を選んだんだから。でも手に入れたことで満足したのか、私から奪ってたった2ヶ月でケンタを捨てたよね。つまんない男だったんだもん。気が弱くてダサくて貧乏で。純粋で繊細な人だったからね。でも誰よりも優しかった。簡単に妹に乗り換えるなんてただのクズじゃん。私もそう思ってたし、ずっとケンタのことを恨んでた。彼が亡くなるまでは。え、あいつ死んだの？2年前に自らね。そんなことも知らずに、私は順次と結婚してしまったの。うーわ、ケンタのやつ、何やってんだか。あなたのせいよ。やめてよ。別れてからの話でしょ。私には関係ないし。あなたが好きでもないのにちょっかい出さなければこうはなっていなかった。もういいじゃん、終わったことなんだから。どうやってケンタを丸め込んだのか教えて。そしたら私もその家を出る方法を教えてあげる。別に勝手に出ていくし。無理だから言ってるの。なんで？普通に荷物まとめて靴履いて出ていくだけじゃん。やってみたらいい。できないから。は？外には見張りがいる。あなたの外出には必ず誰かがついてくる。どこにも自由に行けないよ。阻止されるから。じゃあお姉ちゃんは見張りと一緒に出かけてたの？そう。病院も、スーパーも、美容室も、すべてついてくる。何時間いたとか、いくら使ったか、全部報告されるの。何それ。でも私はその目をかいくぐって心療内科に通ったり、友達とお茶することができた。どうやったか知りたいでしょ。今のままじゃ役所に離婚届を出しに行くこともできないと思う。ケンタのこと教えるから脱出方法教えて。いいよ。私ケンタにこう言ったの。お姉ちゃんには好きな人がいて、ケンタに別れを切り出せないでいるって。は？なんでそんな嘘をついたのよ。ケンタを奪えれば何でもよかったし。彼はすんなり信じたの？私に確認もせず。お姉ちゃんのスマホからケンタに LINE した。好きな人がいる、もう連絡しないでって。そっちの履歴は消したから残ってないけど、ケンタには届いてるから。5年前あなたが私になりすまして嘘の LINE をして、ケンタがそれを信じて私から離れたってことね。そうだね。それに私とケンタには何もなかったし。だったらすぐに誤解は解けるわ。ケンタに連絡しなきゃ。え、もうこの世にいないのにどうする気？ああ、ごめん。実は生きてるの。は？騙したの？あなたから本当のことを聞き出すためにね。ケンタと連絡取ってたんならお姉ちゃんだって浮気してたってことになるよね。偉そうに言えないじゃん。あなたと一緒にしないで。ケンタのお母さんとは連絡取ってたけど、ケンタとはまだ会ってもない。え、そうなの？私はこの一年、ずっとケンタが亡くなったと思ってた。でもつい先日、ケンタのお母さんから生きてることを知らされたの。なんで今さら？ケンタは私と別れてから、うつ病になってしまったそうよ。へぇ。2年前に命を絶とうとしたけれど、失敗してしまって、さらに塞ぎ込むようになったんだって。お母様はケンタだけが苦しんでることに納得がいかなくて、実家宛に遺書を送ってきたの。いつ？1年前よ。私が結婚したことは知らなかったらしくて。遺書だけ送ってきたら死んだと思うじゃん。
そうね。お母様からすれば、ケンタだけが苦しんでるように見えたのよ。だから、ノーノーと生きてるであろう私のことが許せなくて、自分と同じ思いをさせたかったんじゃないかな。昭和ルババアだね。そんなことない。優しい方よ。でも、うつ病の息子の世話で精神的に参ってたんだと思う。先日そのことは謝罪された。そして、同時に生きていることも教えてもらったの。へえ。この一年はケンタを失った後悔と失意の中で生きてたわ。そんな中でも、姑のいびりは容赦なかった。でも、これは私が受ける罰なんだって思った。それと同時に、この苦しみを、ケンタを奪ったあんたにも与えてやりたいと思うようになったの。ひどい！お金持ちな上に優しい夫、そして、素敵な姑。これをちらつかせれば必ず、奪いに来ると確信してた。おかげで私は解放されて、あなたを生き地獄に落とせたわ。まんまと餌に食いついてくれてありがとう。性格悪っ！あなたほどじゃないわ。それにしても、ケンタが生きてて本当よかった。どうでもいいわ！私は全部話したからね。早くこの家の干渉を外す方法を教えなさいよ！無理よ。だってそんな方法、知らないもん。は？さっき教えるって言ってたじゃん！だって私の時は門番も監視もなかったから、嘘でしょ？離婚後に忘れ物を順次が届けてくれて、その時にあなたに監視がついてることを聞いたの。愛が来てから母親の行動が常軌を逸してるって嘆いてた。地蔵なりに感じるところはあるのね。なんで私だけ？多分跡取りを産むからだと思うよ。いやよ、こんな家に一生縛られるなんて無理！私には関係ないから勝手にして。金持ちなのに一円も自由に使えないし、バッグ一つ買えない！ちなみに着る服は義母が選ぶからね。地味な色にペタンコの靴って決まってるから、おしゃれ楽しんで。最悪じゃん！絶対に無理！ヘアカラーもネイルもお化粧も禁止よ。刑務所じゃないんだから！私はあなたに奪われた5年を取り戻しに行く。質素生活と妖怪の髪洗い、頑張ってね。やだよ！お姉ちゃん、助けて！後日談。愛は何度も脱走を試みましたが、すべて監視に見つかり失敗。監視する人を雇うのも結構な額になると思います。嫁に金はかけないと思っていましたが、孫がかかると、さすがに義母の執着は違うんですね。妹からは LINE も電話も来なくなりました。ということは、おそらくスマホも奪われたのでしょう。刑務所よりもひどい資産家の豪邸で、人のものを奪っては捨ててきた私の妹が、どんな一生を送るのでしょうね。しかし、あの悪魔の義母が、孫が生まれた瞬間に脳梗塞になり、半身不随となり、介護も追加された模様。しかし、口は動くため、愛の監視は外れてないとか、髪も相変わらず洗わされているみたいですが、水かけられないだけマシですね。久しぶりにケンタに連絡しました。何も言わずに手をつないでくれ、思いが伝わりました。ゆっくり二人の時間を取り戻していこうと思います。